ドルフ田中、昇格。3位の背中補足。デュッセルドルフのミッドフィールダー、田中碧、25歳は、ホームのハンブルガー SV 戦にフル出場した。試合は2対0で勝って、勝ち点40の暫定4位。一部、自動昇格圏内の2位キールに、勝ち点3差とし、一部との入れ替え戦に回る、3位のハンブルガー SV との直接、対決を制して同1差に迫った。2月25日のロストク戦で、見事な右足ミドルシュートを決め、3月2日のハノーバー戦でも、絶妙な縦パスで味方のゴールを演出した。この日は、試合終盤に決定機につながる、ラストパス。3試合連続でのゴール関与は、ならなかったものの、ドイツ2部リーグで、存在感を示している。ワオさんやる？ここ勝てたのだいぶでかいな。いいぞ、勢いが半端ない。昇格したら田中の勝ち爆上がり。これは田中の貢献度高いぞ。このためにアジア杯は捨てて、チームに専念してきたもんな。好調なようだから、次の北朝鮮戦で招集されたら、ぜひとも代表を牽引してほしいね。アジア杯未招集の時の真意は、結局わからんが、悔しさをあらわにしていた田中が、こうやって活躍しているのは気分が良い。田中ならまだまだ、ゴールに関与できるはず、調子良さそうだし。嬉しい、反面、昇格したら、ドン引きロングボールサッカーだろうから、また田中の居場所がなくなりそう。オファーあるなら、メングラとかに移籍した方がいいのかな。一部で躍動する輪を見たい。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは日本人選手中心に毎日投稿しています。次の動画も面白いのでぜひご視聴ください。